ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、この動画では神的漫画、ルックバックのあらすじ解説考察動画となります。2022年、この漫画が5位数、男編1位を獲得した化け物漫画なのぜ。何が5位数って、大体、この漫画が1位うせやろ。ってあるじゃないですか。往々にしてあるのぜ。ところがこの、ルックバック、に関しては、誰がどの角度から見ても、これ以外が1位なんてありえないな。ってくらい、2022年の1位とかじゃなくて、100年に1本の1位って感じの飛び抜けて面白い漫画、こいつはやべえのぜ。んじゃ、何がどう、5位数で、どんな漫画のかってのの解説を始めます。よろしく頼むのぜ。それじゃ、ゆっくりして。今北さんよ、JC 二人が漫画でてっぺん目指すまでを描いた爆漫な青春漫画、何が5位数なのぜ。圧倒的な作画力、美しいストーリーライン、今まで竹彦井上以外には不可能だと言われていたセリフなしで、読者とメスガキを分からせる圧倒的画力が5位数。いやね、とにかく画力というか見せ方がお上手で、この作家って、くっそ激烈に映画好きなんだけど、過去作のファイアパンチとか見ると、随所に映画に対するリスペクトが散りばめられているのぜ。そういった映画の要素が随所に散りばめられているから、コンテンツの情報量がたないの。で、データや知識に裏付けされた作品ってのは、何の背景も持たない作品と比較すると、面白さが段違いだから、何でも興味を持って吸収している。映画のオマージュやリスペクトが随所に溢れ出ているから、わかる人はもっと面白いし、わからない人も面白いわけ。わかりやすい例で言うと、例えば、このアニメのこのシーンとかね。サウスパークのバンドインチャイナのワンシーンなのぜ。これは映画のオカントリーフォーオールドマンって映画のパクリシーンなんだけど、この表情とアングルとかまんまなのぜ。そう面白いのぜ。ネタ元知らないで見ても面白いでしょ。これがガチでルックバックや藤本たつき漫画の面白いポイントで、過去にヒットした面白いシーンを使うんだから、それは面白いよねってテクニックね。誤解ないように言うと、このサウスパークは分かってて、オマージュだって伝えたいからこういう露骨な使い方してるのぜ。決して藤本たつきがパクってるとかそういうことを言いたいわけじゃないのぜ。使い方と、知識は武器になるって伝えたいのぜ。んじゃ、以上のことを踏まえた上、神漫画のあらすじ解説をします。内容は、クラスで一番絵の上手な生きってる JC が主人公。こいつはスクールカースト上位の陽キャのお調子者で、何でもそつなくこなすって感じの生きり。こいつがたまたま、引きこもりの陰キャの JC と関わりを持つことになって、この超絶隠した、学園カーストワースト1の、戦闘力後のカスだと舐め腐ってる JC と、一緒に4コマ漫画を描くことになる。今思えば、罠だと気づくべきだったのぜ。でこの、クラスで一番絵がうまい陽キャの主人公の前に、実はそのクソ雑魚なめくじは、学校で一番絵がうまい JC であることが判明。今までしがにも描けなかったクソ雑魚なめくじによって、一刀両断、切り裂かれた主人公の自尊心は、再起不能になるまでズタボロになる。主人公の絵って普通だよな、なのぜよ。自分がまた精神的にてっぺんに返り咲くためには、この陰キャの魔王、クソ雑魚なめくじを、相手を超える作画力で叩きのめすしかない。あいつを作画で殺さなきゃなのぜ。そう思い至った主人公のたった一人の、下克上の下克上が始まるって展開の漫画。いやもう、普通の何の変哲もない、ドンパチも爆破もテロリストも出てこないシナリオなのに、つかみからクッソ激烈に面白そうでしょ？早く続きを出してくれよ、もう待ちきれないのぜ。で、こっからね、こっからの展開というか描写が神ってて、あ、この漫画優勝だわ。って思える、竹彦井上クラスの、カリスマを発揮するんだけど、早く続きを出してくれよ、もう待ちきれないのぜ。原作読んでほしいからこんな感じにしてるんだけど、マジでこのシーンが神ってて、描写だけで、主人公が陰キャに勝つこと以外の、すべてを捨てて、陰キャに作画力で勝つことにオールインするわけ。でここから主人公はどんなに努力しても勝てない、クラス一番の天才に一人戦い続けるわけ。で、なんやかんやあって、勝てないまま、卒業まで迎えちゃって、ついに陰キャと対面することになるわけ。このシーンの空気感の描写と、背景だけで読者さんを分からせる描写ね。普通に優勝なのぜ。面白い漫画の要素一つに、空気感を描くのがお上手。って感じがあるんだけど、このシーン普通にヤバいでしょ？優勝なのぜ。相手は学校も行かずにオールインしてる。いわゆる無敵の人なので、片手間な主人公は勝てるわけないわけ。主人公は二足のわらじを履いて一人で戦ってたのぜ。というのを読者さんに、
このセリフなしのコマだけで指し示すわけ。セリフを使わない、説明しないで、漫画を描写できるって、それだけで化け物なのぜ。マジで語彙数なわけ。でこれって、アップってピクサー映画があるんだけど、まあシナリオは王道を行く普通のシナリオなんだけど、シナリオは可もなく不可もなくっていう普通のシナリオなのぜ。ただ、主人公が奥さんと結婚してあれするまでの、家庭を描いた10分くらいのシーンがあるんだけど、これが普通に神っていて、一切セリフがないし、約10分なのに、全部説明するわけ。普通に優勝なのぜ。で、このルックバックの、極力セリフを使わないで描写するやり方が、めちゃくちゃアップっぽいわけ。アップって映画の慣れ初めシーンは、普通に神ってるからぜひ見てほしいのぜ。で、この空気感覚の演出ね、これはピクサーっぽいっていうか、漫画家さんは割と参考になるんじゃないかなって記事で、リンクは概要欄に記載しておくのぜ。光の強弱を使って、非言語コミュニケーションをかましてくるわけ。このシーンでは奥行き。このシーンではほんの量。こうやって論理的に、どう表現したら読者さんに、藤本たつきが伝えたい意図が伝わるかってのを考えながら描写できる、化け物なわけ。ジパング人は、論理的思考、客観的思考のトレーニングをする文化じゃないから、ロジカルシンキング、クリティカルシンキングってやつなのぜ。それができる藤本たつきは化け物だし、そんな感じで、動きと背景だけで、読者のあんこをプリキュアするんだけど、ガチで凄まじくお上手で、あんこがシェイクする神漫画。でここからが神ってて、気まぐれに漫画を描いて、その漫画が、偶然相手に届いちゃうわけ。障害をかけても勝てなかった格上に、自分のポンチ絵が届いてしまったという、自尊心によって、恥で丘を真っ赤になるくっそいいシーンなのぜ。でここから、超えるべき敵が、実は主人公の熱狂的なファンだったことが判明。バイアズーラ？バイアズーラ、バイアズーラーなのぜ。この、自分が格上に戻るために頑張っていた努力が、実は思い違いだった。敵ではなくファンだったことを知った時の気持ちの混乱の描写。マジで、いいシナリオなのぜ。京本も主人公もめちゃ川なのぜ。この後の描写がガチでやばい。というか、これがガチで100年に1本の作品だと思える、神的な描写なんだけど。だんだんと、勝利を噛み締めて、勝利を実感する描写ね。勝った。第三部完なのぜ。このシーン震えが止まらないでしょ？ブルってあんこちびっちゃったのぜ。普通にこの漫画がすごい。2019年男編1位って品質だし、普通に神漫画、ガチで漫画好きなら、読むことをおすすめする作品だし、新海誠の君の名は、みたいな感じで、藤本たつきのマスターピースって感じの作品なのぜ。このシーンだけで全部語るし、このシーンだけで全部持っていくわけ。でこっからの、このシーンね、水たまりの描写だけで、主人公がいても立ってもいられない、今すぐに漫画を描きたいって、シーンを表現してるわけ。ブルってあんこちびっちゃったのぜ。あれの演出が、主人公の気持ちを表現する、小道具になっているのぜ。いやらしいのぜ。マジでやばいよね。ここからこの JC 二人組でバクマンを始めるって漫画です。この後の展開は賛否が分かれるのぜ。そんな感じで、こういうシナリオって、出そうと思ってひねり出せるもんじゃなくて、多分幼少期の藤本たつきの周りに、絵が藤本たつきよりもお上手な奴がいたんだろうな、そう思わせてくれるくらい、この作品はリアリティがあるというか、よくできてるからヘッズのあんこをわしづかみにするわけ。とりわけ、この田んぼの描写だったり、田舎に一軒しかないローカルな佇まいの本屋とか、中の人が幼少期に培った記憶でしか体験できないような背景の描き方が秀逸で、普通に煙で薄汚れたがって虫毛出身の、うちらおまんじゅうには想像できない世界だし見せ方なわけ。うちらがあんこですらなかった頃に、よく製造元が作ってくれた銀銀料理の、香ばしい香りが忘れられないって言っても、伝わらない感じというか、どんな体験も経験も、無駄なことなんて何一つない。って思える作画力が語彙数なのぜ。すべてにおいて無駄がないというか、シナリオラインが決まったレールの上を藤本たつきが走ると、こんなに化け物なのか、
って思える作品。で、この作品が藤本たつきのマスターピースって理由は、藤本たつきって多分 ADHD だから、多動性症候群って言って、一つのことに集中できないし、いろいろな興味に、片っ端から手を出しちゃうヘッズなのぜ。そうそう、そんな感じだから、この作家は風呂敷を畳むってことがくっそ苦手で、常にとっちらかっちゃうんだけど、時間をかけて、アイデアを練って、オチまで考えてから作ったと思われるこの作品が持つ、すべてのピースと才能が噛み合わさった、奇跡の作品なんだよね。その辺は藤本たつきのファイアパンチ、とか読むとよくわかるのぜ。めちゃんこ才能があるけど、尖りすぎてる、まとめる力が欠落しすぎて、才能はあるけどメジャー雑誌の連載は、厳しいなって感じを体験できると思われます。そういったあの記載が、すべてのピースと才能が、噛み合わさった、奇跡の作品なんだよね。この、ファイアパンチを知ってるから、チェーンソーマンが長期連載した時は、おお、時代が追いついたんやなって思う感じの、本当に尖った才能と努力、何よりも執念が凄まじい漫画家、藤本たつきや伊佐山はじめの売りというか持ち味って執念って部分で、この執念というか情念って部分を、ポジティブな方向にキャラクターを昇華させてて、本当に文芸の一言、超絶おすすめなのぜ。ここからはネタバレ?というか、最後まで読んだ感想や考察について話すのぜ。というよりここからが考察です。ネタバレ上等?ってヘッズ以外は、今すぐゲームの電源を切るんだ、なのぜ。で、このシーンなんだけど。これは、主人公が京本と関わらないで、お互いに人生が交わらないで進んだ。パラレルワールドの京本が書いた4コマなわけ。というのも、京本は本枝とガメをベラしているので、本枝の京本にはこの4コマを書くことが不可能なのぜ。なので、京本生存ルートと、本枝の京本ガメをベラルートで分岐しているわけ。で、これは京本が主人公と関わらない、世界線の出来事なんだけど、京本は主人公と関わらなくても、さっきの画集に感化されて美大に行くわけ。というのは、パラレルワールドの京本は、主人公に助けられるんだけど、本枝の主人公は高校卒業後に、漫画家として生まれふるさとから出て行っちゃっているから、京本を助けることは不可能なわけ。この描写の背景が示唆しているように、本枝の主人公は都会にいるのぜ。なのでこのシーンは、本枝の世界に、パラレルワールドの世界の京本から送られてきた、ダイイングメッセージなわけ。なので、このルックバックには、京本生存ルートと京本ガメオベラルートがあって、お互いにクロスオーバーしているわけ。なので、何最後京本たそ殺してんだよ、藤本たつき許さん。って思ったうちらだったり、ヘッズは、パラレルワールドの京本たそは、京本たそは主人公のおかげで生存しているし、幾分かは誘因を下げてくれると思うんじゃないかと思うのぜ。というのも、うちらおまんじゅうはハッピーエンド至上主義だから、読んでて最後もやっとすると、時間を返せって気持ちになるんだよね。単純にうちらおまんじゅうは強要な性格だからなのぜ。長期連載するとどうしてもハッピーエンドに向かうって圧力がかかるから、短編集こそ、作家が好き勝手できるので、これでいいと思うんだけどね。ただ、うちらおまんじゅうは、ここだよなって思ってて、藤本たつきは最後に、読者サービスを選択するか、自分の作家性を表現するか、って選択において、自分の作家性を重視する作家なんだなって思ったのぜ。この後の短編集である、さよならエリ、って作品でも、作家性を取ったしね。ここからはガチでうちらおまんじゅうの好みの話なんだけど、新海誠が作った、君の名は、がなぜ尊いかというと、新海誠が妥協したからなんだよね。新海誠は寸止めする癖を持ってて、この寸止め、あとは皆さんのご想像に、お任せしますってやり方するから、熱狂的なファンはつくけど、一生記載のままだろうな。って感じの作家だったのぜ。なので、作家が妥協するって、うちらおまんじゅうからすると、イニシエーションというか、別に狙わなくてもいいんだけど、メジャーになるためには必要な通過儀礼、犠牲だと思うわけ。この漫画はガチで面白いし、普通に神漫画なんだけど、うちらおまんじゅうの評価だと星 4.5 って感じで、藤本たつきって最後こだわりとるよね。そこがねー。いや人漫画なんだけどねって感じの作品です。ただ、パラレルワールドの、京本たそは生存してるし、ベネとするのぜ。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか?皆さんのコメント、お待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。